近代の超克は、戦中期日本の文芸誌、文学界9月および10月号の特集記事で、掲載された13名の評論家によるシンポジウム。この特集をまとめ、単行本が1943年に、草原社で刊行された、竹内好によるdotタイトルの批判論文もある。知的協力会議と銘打った、このシンポジウムは、対米英開戦という時局のもと、明治時代以降の日本文化に多大な影響を与えてきた西洋文化の総括と彫刻を標榜して1942年7月、河上哲太郎を司会として2日間にわたり行われた。文学界の同年9月号にはシンポジウムに参加した西谷啓二、諸井三郎、津村秀夫、吉満義彦の論文が、10月号には亀井章一郎、林房夫、三好達治、鈴木成高、中村光夫の論文、およびシンポジウム記録が掲載された。これらは、翌1943年7月には、同名タイトルの単行書として、草原社より刊行されたが、この際、鈴木の論文は外され、代わりに当初未掲載であった、下村寅太郎、菊池正士の論文、および司会の河上による、結合が、新たに収録されている。参加者の大半は、京都学派の哲学者、旧、日本浪曼派同人、文学界同人の文学者、文芸評論家により構成されていた。なお役職名は、当時のものであり、論文タイトルは1943年草原社版に、収録されたものを記した。大東亜戦争開戦の直後に開かれた、このシンポジウムは、戦争遂行とファシズムを思想的に支持したものとして、戦後の日本で批判された。第二次世界大戦後、竹内好は、近代日本思想史講座第7巻に、論文、近代の超克を寄稿し、当時はほとんど忘れ去られていた、このシンポジウムを、批判的に検討し、日本思想史の問題として、全面的に総括することを提起した。戦時下における、近代の超克の論議は、これに対して、戦後早い時期から批判的立場にあった、小田切秀夫により、軍国主義支配体制の総力戦の有機的な一部分たる、思想戦の一翼を成しつつ、近代的、民主主義的な思想体系や、生活的諸要求やの絶滅のために行われた、思想的カンパニアであると総括された。竹内好は戦術の同盟論文において、この定義に基本的には同意しつつも、それはイデオロギー祭壇的な外在的批判であるとし、真の意味で近代の彫刻を批判するためには、それが総力戦の論理を作り変える意図を少なくとも出発点において含んでいた思想形成の最後の試みであったにもかかわらず、結果として、思想破壊に終わり無残に失敗したことを踏まえなければならないと述べ、失敗の理由を戦争の二重性格が不分けされなかった点に求めた。ありがとうございます。